山の新緑が輝く6月、ヤリオは長野県駒ヶ根を訪れていた。あの頂に立つためにあらゆる可能性を模索し、準備を整えてきた。今回ヤリオが挑戦する山は中央アルプス宝剣岳、標高2931メートル。鋭く尖ったピラミッド状の岩峰はアルパインクライミングの聖地だ。人を寄せ付けない急峻な雪壁に数多くのクライマーたちが挑み命を落としてきた非常の山。人はなぜ山に登るのか。明日を担うアルピニストたちよ、礎となれ。夢とロマンを求めて心を燃やせ。孤高の頂き宝剣岳にヤリオが挑む。ヤリオの登攀技術では、積雪の宝剣岳を登るのは困難を極める。雪解けが進む6月、この絶好のチャンスを逃す手はない。少しでもリスクを下げ登頂に備える、これがヤリオの登山スタイルだ。宝剣岳のアプローチにはバスとロープウェイは欠かせない。まずは菅野台バスセンターから駒ヶ岳ロープウェイ白火平駅までおよそ30分。白火平駅に到着。ここで予期せぬ事態が発生。ロープウェイを乗車するためにはピッケルの先端部分に保護カバーを装着しなければならない。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。お待たせいたしました。保護カバーのないヤリオはピッケルを手に持ち乗車するようにと注意を受ける。白火平駅から千畳敷駅までおよそ7分。千畳敷駅に到着したらやらなければいけないことがある。すぐに登山開始はしない。ヤリオにとってはルーティーンのようなものだ。千畳敷レストラン定番メニューのソースカツ丼を食べる。サクサクの衣とカツにたっぷり染み込んだ秘伝のソースが絶妙のハーモニーを奏でる一品だ。登山届を記入する。記入用紙が重なって1枚だけ取れない。アイゼンはまだ装着しない。まずは宝剣岳の展望図を見てみよう。バスとロープウェイを乗り継ぎ標高2600メートルまで行くことができる。千畳敷駅からは雄大なすり鉢状の千畳敷カールを横断していく。ピッケルとアイゼンを使って八丁坂の急な登りを進む。やがて休憩に最適なノッコシ浄土へと出る。ノッコシ浄土からは西へ進み宝剣山荘が立つ分岐へ。宝剣山荘からは危険な岩場の道が続く。果たしてヤリオは山頂の岩場にたどり着くことができるのか。
宝剣岳の山容はサメのヒレの形によく似ていることから別名シャークスフィンと呼ばれ、クライマーたちに恐れられている。駒ヶ岳神社で宝剣岳に住むという悪霊を取り払う。戦場時期カールを左に見ながら雪道を進む。気を抜けばカールの底に吸い込まれてしまう。抗いながら一歩一歩登っていく。頂坂の険しい登りが続く。この急斜面に耐えかねてリタイアする者も多い。千畳敷を出発して1時間、のっこし浄土の平坦な広場に到着。宝剣山荘のスタッフか。話し合いをしている最中に横を通り過ぎる。宝剣岳頂上に続く岩場の道。革新の岩場へ。三点指示の要領で慎重に登る。踏み外せば基礎方面へ。登り返すのは不可能だ。目がくらむほどの高度感、スリルを味わう。これもまた槍尾の登山スタイルだ。宝剣岳頂上に到着。風雪にさらされ目標が壊れている。最高点には一人しか立てない。展望は抜群だ。雲に隠れて富士山や南アルプスの雄大な連なりを見ることはできない。山は逃げない。天気のいい日を狙って再び訪れる。これが槍尾の登山スタイルだ。眼下には千畳敷カールが一望できる。
次はどこの山に登ろう。思いを馳せる。やりおにとっては大切なひとときだ。やりおの挑戦はこれからも続く。